皆さんどうもドラゴン TK です。ではね、今回もシャーロック・ホームズ悪魔の子をやっていきましょうということでね、一応プレステ4と3とね、あとスマホのゲーム混同でね、ゲームタイトルご存知ぐらいというものをやっております。今はね、新たに映画始まりましたんで、もしよければね、エンチャンタム見てください。では行きましょう。多分こいつだよ。違う、違うと、はあ、違うと。A broken branch. Somebody. 違うね。うん。じゃあ一旦分かったとこまでカットやね。スコットランドヤード来ましたよ。ってことでね、遺体代品調べますよ。Thank you for coming so quickly. 来てくれて助かったわ。被害者の遺体は解剖室に運ばれたようだ。I'm always ready to help anytime, Holmes. 君の手助けをする準備はいつもでもできているよ、ってか。ありがとう。まぁ、ちょっと話しかけていく。I'm always ready to help anytime, Holmes. うん。解剖室ってどこ？解剖室ってどこ？いろいろ見ていくけどな。おお、いっぱい来た、いっぱい来た、いっぱい来た。ダリアすでに、すでにマーヤの記号だ、なんか言われよ、何や、何や、今の、おお、なんか来た。何が残ったのか。おお、ほほほ。ゾウが持っていた槍。なるほど。ほうほう。ん？お、これか。お、スイスの地層時計。これかと、何の変哲もない鉛筆、何の変哲もないんかよ。ない変、何の変哲もないんやったらここに来た意味あるか一応。I'm always ready to help anytime, Holmes. うん。で、下か。ほう、こいつか。え、何を見ている。そこか。犯人は心臓を狙ったと。これ何、古傷か。なるほど。ちょっと危ない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 よ。強力な刺激、うん、それをかってる。手だれで力のあるもの。何らかの病変があるそうか。ん？ん？目が腫れている。何かに感染していると。それだけ？それだけかい。胃の内容物からザハリアは死ぬ前に酒を飲んでいたことが分かっていると。なるほどね。あ、もう調べ終わった。へー、調べ終わった。ウィッチャーの方でね、こういったものを見るのは慣れてしまったっていうちょっとね、慣れたらあかんねんけど、慣れてしまったらあかんがあるからね。よし、じゃあ、あとはいろいろ見ていこう。レストレイジョンに聞くところは今のところない。ということは何か推理することが増えた。増えたよ。うん、チャールズ卿は一人だった。うん、結構殺された。事件後、チャールズ卿は象が逃げるのを見せされていたと。違う、違うやな。そうも分かってんねんけど。いや、犯行事実、ちょっと待って。まだ足らんな。あ、これがあった。 Here's a chance to have a closer look。重くないんか、これ。お、この記号は何だ。書き写しておこう。ほう、書き写しておく。これを使えば小指の文字を解読できる。前の歴に書かれた3文字の、こういうことか。理解した。後になって理解した。ちょっと待って、どっかあったよな。目。
めめめ、ここら辺に。あった。聖なる神殿を、あれどこかにあったぞ。ちょっと待って、ミスったぞ、これをミスったぞ。封印されし、あーで、あーそう、これはいいんか。でこれやねんな、これこれ。ちょっと待って、アトリーになって気づく俺っていうな。7番、7ぐらいまでやって気づくというね。ちょっとやってしまった感が否めないけども。ん、あ、違う、なんかミスる。あ、これや、乱す。これやろ、これは、これ物には、聖なる神殿を乱す者には、これやろ。なんか目があったよね。うん、あった、あった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 。呪いが降りかかり、降りかかりのやつじゃね、そんな気する。うん、降りかかり、封印されし、封印されし、これなんや。うーで、これやろ。うん、うー、違うね、違うね、どれも違うね。うん、違うね。うん、うん、これで、あ、これ違う。微妙に似とるっていうな。うん、ある部分がな。あれねえけど、見たらすぐ分かるねんけどな。あれ、ちょっと 見落としてる人あった、これや。あ、ちゃうちゃうわ。なんか微妙に似とるし、なんかこれや。ちょっと待って、ちょっと待って、封印されし、像により、なんか手で持ってるやつ、なんか手みたいなやつがある。うん、手みたいなやつやるよ、これか。死を迎える、封印されし像により死を迎える。うん、これは何や、なんか分かりやすいからすぐ見たら分かるっていう。これやな。うん、これや、選ばれし これやな、ものだけが これはなんや、ちょっと待って、救われるぽいな。うん、違う、もっと細部に気を払わねば。え、嘘、違う、聖なる飾られし、飾られし神殿をかな、聖なる神殿の方が俺には合ってると思うんだけど、見つけたものには、乱すものにじゃなくて、見つけたものには呪いが降りかかり、封印されしじゃなくて、よみがえりし像により死を迎える。
違う、神だけ、神違うな、神ではない、選ばれし全てのもの救われる、違う、ね、選ばれし者だけが救われるやな。コーチャーか、何か見落としてる、え、マジで、どこなら、ならちょっと最初から見直すか。うん、今回これやね、このこれだけをするパートっていうのもあれっぽいな、うん、飾られし、家を見つけた者には飾られし、聖なる神殿を見つけた者にはの方が合ってんねんけどな、俺な。飾られし家を去った者にはまさかな衰弱し存在やら、俺違うな、呪いが降りかかりやな、やっぱな、ここはな、封印されし、蘇りし、像により、主人により。あ、主人ちゃうか、これ。どっちでもいいやけど、これはな。うん。像によりじゃなくて、主人により、死を迎える。うん。運命を授かる。死を迎える。与えられる。運命を授かる、これでいいの、違うな、分からん、死を迎えるの方が合ってそうな気がするんだけど俺には。ってことは俺が最初やってたのは見つけた張本人が死んでしまうという感じやねんけど、それではないっていうことやから、違う観点からいくとやな、これも最初に聖なる神殿をにしとくかも、やっぱこれはそれが一番俺の中では合ってんねん。聖なる神殿を去った者には呪いが降りかかり、あ、見出すかな、違うか、うん、呪いが降りかかり、うん、衰弱し存在してからないんで、呪いが降りかかり、よみがえりし、収容されし、どっちかやろね、蘇りしかな、うん、像により死を迎える、選べれし者だけが救われると、神すべてのもので、神のみが、いやそれやったら誰も救われへんやん、そこやねんけど、多分これちゃうかなと思うねんけど、救われる、多分そう、やっぱりそうや、来た、やはりな、思った通りやわ、よかった、当たってた、ただの暦じゃない、呪いだ、カインのザハリアスは呪い通りに殺された、ザハリアスと呪いを結びつける手がかりを見つけなければ操作令状が必要だ。ほう、マジか、呪いなんてあんのか、あやな、操作令状を入手せよね。完了したよ。まあ今回はね、ちょっとね、考えるパートがあったんで、今回これぐらいで終わりにしたいと思います。ではね、ご視聴ありがとうございました。一応ね、チャンネル登録とツイッターアカウントのフォローね、もしよければしてください。一応ね、ツイッターの URL は概要欄のところに貼っておきますんで、もしよければそこから飛んでフォローをお願いいたします。ではさらば。